それじゃあ、今回の動画から、英語の文系について話をしていきたいなと思います。文系です。ま、漢字を見たらわかる通り、文の形、文の型ってことやねんな。これはどういうことか。ま、実は日本語っていうのは、他の言葉、ま、英語とか、ま、あ中国語とか何でもいいんやけど、に比べると、結構文の順番です。 まあ言った文、文の形やね、文形っていうのは、え、自由な言語なんです。なんでかっていうと、日本語には助詞っていうのがあるんやね。助詞。まあ国語の授業でやったかもしれんけど、やっても覚えてか、覚えてへんかもしれませんけど、なんとかにとか、なんとかでとか、なんとかおうたらね、え、こういうのが助詞って呼ばれるものです。え、この助詞っていうのが日本語にはあることで、え、文の順番を変えても意味って通じねんな。例えば、 昨日、公園で野球をしました。っていうのを、公園で野球を昨日しましたって言っても、意味通じるやな。それはこの助詞があることで、あ、これ場所を表してねな,なとか、え、いつかを表してんかねなっていうのが分かりやすいからね。ま、でも英語とか、ま、さっきも言ってた通り中国語とかには、この助詞っていうのがありません。ってなると、 文の意味って何が大事になるかって言うと、単語の順番が大事になってくれな。例えば、え、みんなが知っている動画だと、え、疑問文って B 動詞やったら、あとか、is とか、B 動詞を前に出したら、え、疑問の意味になるし、一般動詞の時もそうやな、え、do とか did とか、え、そういうの文の最初に置いたら、え、疑問文の疑問の意味になります。日本語やったら何とかですかってつけたらいいだけやもんな。え、そういう違いがあるんやね。 で、そういう違いがあるから、英語では文の順番、単語の順番、つばに文形というのが大事なんです。なんとなく分かったかなまあ、ここはなんとなくでいいです。で、 この文系の単元、まあなんかすごく細かくやっていくとたくさんあんねんけど、あんまりそんなに細かくやっても役に立たないので、この文系では今言ってた通り、英語の文では基本的にどういう順番で単語を並べていけばいいのかとか、どういう形の文があるのかっていうのを、まあ大体でざっくり見ていきたいなと思います。そしたらまずこの文系。 実は今までの動画の中でも何回も繰り返し言ってきているところがあるんです。例えば、私は野球をします。これは英語で何て言うのこういう時きいつも最初に主語、動詞持ってこようって言ってるよな。主語、動詞です。I play baseball ね。実はこれが英語の英文の基本的な形になっています。つまりどういうことかっていうと、ちょっとちっちゃいな。 ちょっとちっちゃいな。おいしょ。これが基本の形になってます。つまり、最初に主語が来て、いつも主語動詞って言ってるやな。play。これは一般動詞でね。この主語動詞が、実は英語の文型の、英語の文の形の、まず基本的なパターンです。 ま、なので、いつもこの主語動詞っていうのは何回も繰り返していたわけねな。この主語動詞、この一般動詞の文だけじゃなくて、例えば私はイチローですよったら、I am イ一郎やね。この B 動詞の文でももちろん主語動詞の順番になってるやな。ます、なので、ま、これは大丈夫やと思うんやけど、この主語動詞っていうのが英語の文の形のまず基本になってますよと。これは B 動詞やもんな。 主語、動詞ですよと。これは大丈夫やと思います。で、まず、え、これを踏まえた上で、え、この最初の動画では、じゃあ、ここに来てるこいつらは、こいつらは何やねんということについてちょっと簡単に話をしたいなと思います。まず、こっちの文の方。I play baseball. 私は野球をしますよね。え、このよういう風に、この動作の対象になっている。 単語のことを、この主語とか動詞とかと同じように、目的語って呼びます。ちょっと難しいことを言うたけど、どういうことかっていうと、I play baseball. 私はしますって言っな。何すんねんって言ったら、野球すんねんな。そういうふうに、何をすんねんってなった時に野球をしますっていうふうに、何々を 何々にに当たるものが、になっているものが目的語です。ま、なので、私は野球をします。ベースボールは目的語になるな。他にも、例えば、I study English やったら、私は英語を勉強しますよね。この English で英語をやから目的語になっな。あとは、I like John やったら、私はジョンのことを好きですよね。何が好きやねんつ言ったら、ジョンやねんな。 これもジョーンが目的語になっています。こういう動作の動詞の対象になっているものを目的語っていうんだよな。ま、なのでこの主語動詞の後には、この目的語っていうのが来たりすることもありますよと。まずこれが主語動詞以外の文の要素、文の部品の一つです。そしたらこれ。I am イチロー。これはちょっと目的語じゃないよね。私はイチローをどうにかするとか言っているわけではないので、 これはじゃあ何かって言うと、ま、これちょっと言葉が難しいんやけど、これは保護って呼ばれるものになります。保護って何とかを保護する、動物を保護するとかちゃうで、その保護とはちゃいます。この保護の保って、訓読みすると、補うやな。そう、補う言葉なんです。何を補っているかって言うと、え、この、 主語を補っています。ま、これが主語じゃない時もあんねんけど、要は文の中で他の単語を補う役割をしていることを、え保護っています。どういうことでしょうか。I am 一郎って、この一郎って何のことを言っているのかっていうと、私のことを言っているな。私は一郎ですっていうふうに。これに、主語の私はどんな人ですか一郎ですっていうふうに、主語の説明を補ってくれてるよね。 これが保護なんです。このよういう保護っていうのも、この主語動詞の後に来たりしますよと。ちょっと難しかったかもしれませんけど、主語動詞、今までずっと言ってきた主語動詞以外の文の部品として、こういう目的語とか保護っていうのがあるやね。で、この目的語保護っていうのは必ず主語動詞の後に来ます。これが主語の前にいきなり現れたり、主語と動詞の間に割って入ったり、そういうことはしないんです。 ま、なので、これを知っていると、英文の並び替えってしやすくなるような主語動詞が来て、何々を、何々にがあるときはその後。また、こういう保護があるときは、あやみちろみたいな主語動詞の後に持ってきたりわけね。え、そして、この主語、動詞、目的語保護で、実は英語の文の文形の要素って終わりなんです。ま、なので、 この4つの部品の組み合わせだけで、実は英語の部品ってできているわけねん次の動画からは、この4つの組み合わせ、そんな多くないよね。どんな組み合わせがあるのかっていうのを見ていきたいなと思います。